皆さんこんにちは。産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。ちょっと今日のテーマに行く前に、昨日あげた卵巣使用経年っていうのは動画なんですけれども、ちょっと最初コメントがオフになっていたんですね。コメントできない状態になっていました。なんかちょっと YouTube の設定が変わっていて、アップをするときに、この動画は子供向けですか子供向けではないですかっていうふうに選ぶところがあって、子供を見ても大丈夫っていうふうなものだと思ってたんですよ。なので え子供向けでですすみたたいな感じの選択したんですね子供向けじゃないですってなったら18禁みたいになっちゃうのかなと思ってそれで子供向けですっていうのを選択しちゃったんですけどそうするとコメントできないようになっちゃうんですねすいませんでしたなんかコメントついてるかなと思って今日朝見たら何もコメントがついてなかったので詳しく見たら子供向けの動画ですってやっちゃったからみたいなんですねまあ確かに子供向けの動画でいろんな変なコメントとかあったら子供たちが見るのでコメントオフにするのはいいと思うんですけどこれから YouTube やる皆さん子供向けですってやっちゃ とコメントが表示されなくなっちゃうので気をつけてください。なのでそれ解除してコメントできるようになりましたのでよかったらコメントいただけたら嬉しいです実はそのコメントできなかった分 Twitter の DM とかで私はラソシウオ懸念点を経験して手術しましたっていう方とかから何人かご連絡をいただいて分かりやすかったですみたいなコメントをいただきましたありがとうございます。それでは今日のテーマに行きましょう。今日のテーマはですね、足に障害がある方の産婦人科受診についてお話をしようと思います。以前 yeah 結構前なんですね。何ヶ月も前だったんで、ちょっとその DM がどこにあるか分かんなくなっちゃったんですけれども、確か10代から30代ぐらいの間の若い女性の方からのメッセージで、私は足に障害があって車椅子です。車椅子でも産婦児科受診はできますかそしてまあ内診台に異常を手伝ってもらったりすることできますかっていうコメントをいただきました。で、ちょっとここでお答えをさせていただこうと思います。担当直入に言うと全く問題ありません。まあ、ただしですね車椅子 車椅子っっててこことは病院の中に車椅子で入ななきゃいけないけクリニックの中に車椅子で入ってこなきゃいけない状態だと思うんですけどバリアフリーかどうかっていうのはまず確認してもらいたいなと思います。まあ、大概、まあ、病院、クリニックじゃなくて入院施設があるような病院っていうのは車椅子移動の方も多いのでバリアフリーになってると思うんですけれどもクリニックとかだとバリアフリーに完全になってるところって実はちょっと少なかったりもするんですよね。そもそもそのクリニック行くのに階段しかないとかエレベーターがないとか ちょっと段段差差ががああっっったたりりするとととかかトイレにも段差があったりとかちょっと狭い通路があるとかそういうところが多かったりするのでクリニックを受診する場合はまずは電話とかで大丈夫なので車椅子なんですけどバリアフリーですかみたいなのを確認してもらえるといいと思いますで車椅子で入れますよっていう場合は、まあ、内心大に関しては心配しなくて大丈夫です行為の経験がある方は、まあ、内心大に座っていただいて子宮頸がん検査とか超音波検査とかやっていただくんですけれども内診台の異常とか も通常は看護師さんとかヘルパーさんとかが一緒にやってくれますのでそれは心配しなくて大丈夫ですで、足の障害といっても様々で足がちゃんと開く人もいれば足が開かない人もいるんですねで内診断って前も私動画でお見せしたと思うんですけどこう座って内診断が上がるボタンを押すと勝手に バーンって足が勝手に開いてしまうんですけれども足が開きづらい例えば股関節に障害があったりとか股関節痛めてる方とかだと思いきり足開かないじゃないですかそれとか足がもともと硬い人とかもそうなんです別に病気ってほどじゃないけど足が硬い人そういう方の場合はこちらで内心剤の調整をできますのであらかじめちょっと股関節やられてますとかちょっと股関節硬いんですとかちょっと股関節の障害あってとか手術後でとか言ってもらえればちょっとずつ内心剤の の足の開きを調整したりすることもできますのでそれはあらかじめ言ってもらえたらいいかなと思います。で、そしてもし内心台に上がったりするのも難しい場合足がもうほとんど開かないですとかあとは行為の経験がない場合っていうのは内診台じゃなくて本当にベッドタイプの診察台ですねそこに横になってもらって内診台みたいに自動で開くんじゃなくて診察台に乗ってもらって少し軽く足を開いてもらって診察したりとかお腹の上からの超音波検査ができたりしますので 足に障害がある方は股関節に 障害がある方そして内診断に上がらないっていう方も産婦人科で診察することできますので遠慮なくお尋ねくださいまずやっぱり車椅子っていう時点で私クリニック入れるのかなとか拒否されたらどうしようって思っちゃいがちなんですけれどももともとクリニックの病院も医療機関ですし車椅子の方っていうのはいらっしゃるはずなのでバリアフリーであれば対応できるところがほとんどなんじゃないかなと思います私も産婦人科医もう10年ぐらいやってますけれども主に 大学病院の勤務プラスまあ、クリニックとかでのま検、あ、診だったりとか外来のアルバイトとかをさせてもらってるんですけどまあ、大学病院とかの方には車椅子の方ってよくいらっしゃってるんですよ入院中の方が車椅子で受診するとかお腹が痛すぎて歩けなくて車椅子で産婦人科受診してその車椅子から内診台に上がるって方多いんですけどクリニックとかで車椅子で来られる方ってあんまりいらっしゃらないなっていうことに気づいたんですよねその方のメッセージをもらって なので結構やっぱり敷居が高いいいのかなっていう,ふうに思います最近はその車いすの方とか足に障害がある方とかが YouTube で発信されたりとかご自身で SNS で発信されたりするのを見るとやっぱ若い方でも車いす乗ってらっしゃるもともと足に障害があるあと脊髄損傷の方とかもいらっしゃるので産婦人科に行くべき方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもその人口の割に私が産婦人科で診察をさせていただいてる車いすの方 方方とか足に障害がある方って結構少なので結構敷居が高いというか大丈夫かなと思ってらっしゃる方も多いのかなと思いますのでこの動画を見て是非産婦人科の第一歩を踏み出していただけたらいいかなと思います。 なので私将来的にはいつかわからないですけれどもちょっと産婦人科のクリニックを開業したいなというふうに思ってるんですけどその時はまあ完全バリアフリーのものにしたいなと思ってますで、もうホームページとかにも問い合わせしなくてもわかるようにうちはバリアフリーですみたいに書けると多分そういう方も受診しやすいかなと思うんですよやっぱりバリアフリーかバリアフリーじゃないか書いてなかったりすると電話をしなきゃいけない問い合わせをしなきゃいけないっていうワンステップがあるじゃないですか少なくとも産婦人科の受診って式 気が高いのにその前に問い合わせてやっぱ億劫だし面倒くさいしなんか受付の人冷たかったらどうしようとかでそこでまたワンステップ遅れちゃうんですよねなので初めて見た人がホームページだけで問い合わせしなくても分かるような医療機関を目指したいなと思いますし今ある医療機関ももしバリアフリーだったらバリアフリーですよとか車椅子の方も大丈夫ですよとかちょっと情報をより変えてあげると親切なのかなというふうに思いました本日はですねまあ ののの方方方そしししててて足がが不自由の方股関節に障害があるる婦っっどうするのって話をしました結論から言うとその医療機関がバリアフリーであれば全く問題はありませんそして診察も問題なくすることができますそして内診台に上がることができないもう内診台に上がるのもきつくてできないとかいう場合にはベッドタイプの診察台の上で診察をすることができますので心配しないでください 医療機関に相談していただけたらいいかなと思いますやっぱりこういう車椅子なんですけど大丈夫ですかってコメントが来るってことはきっと そのコメントをしてくださった方っていうのは本当に氷山の一角でその下にはもう何百人何千人の方が同じようなことを思ってると思うんですよね。まずコメントすることってすっごい勇気いるじゃないですか。コメントっていうかそれは DM だったんですけどまずそのつながってない Twitter の人とかに DM したりするのって結構勇気あると思うんですよ。私あんまり自分からできなくて。なのでそういう勇気あるコメントをしてくれた方以外にはコメントする、DM する勇気がない方もいっぱいいらっしゃると思うのできっとそういうニーズ はたくさんあると思いますのでぜひ医療機関の皆さんはこれから作られる方はバリアフリーにしてもらいたいですしバリアフリーの医療機関はバリアフリーですよって言ってもらいたいですし一見内診でに上がるのが難しそうな方でもいろいろ工夫して診察してほしいなというふうに思いますそれでは本日はこの辺で終わりにします今日の動画が役に立ったなという方は評価お願いしますチャンネル登録もお待ちしております産婦人科医の高橋れ奈でしたまたねー気軽に受診してください